ヘレン・ツレ、南アフリカ共和国の政治家。現在、西ケープ州首相。ケープタウン市長、民主同盟党首を歴任した、ヨハネスブルグ出身。ランドデイリーメールの政治記者から、ケープタウンの教育管理者を経て、会員議員。ケープタウンの市議会で、アフリカ民族会議を抑えて、民主同盟を第一党に導き、市長に就任。翌年から、 民主同盟党首、2008年、ワールドメイヤーに選出された。この間、黒人女性であるリンディエマ・マジブコを、議会党首に起用するなど、白人中間層の政党とみなされていた、民主同盟の非白人からの支持、特に黒人層への支持拡大に努めた。2015年5月、8年間務めた、遠首の座を退いた。2017年3月、ツイッター上で、 植民地主義について独立した司法、輸送インフラ、水道など負の面ばかりではなかったとツイートした。植民地主義を肯定するものだとして非難され、身内の民主同盟から停職処分を受けた。両親はドイツ系ユダヤ人でナチスドイツの迫害を逃れて南アフリカ移住した。母のミラチレは白人女性からなる反アパルトヘイト運動の 活動家であった。ありがとうございます。